今後の活動や動画に関するお知らせの話。この動画を見ている皆さん、こんにちは。死神のリースです。今回お知らせのために僕が説明をしたいと思う。めんどくさ、誰がこんなことやるかよ。突然怒るな。ルミ子から渡されたんだからちゃんとメモを読めよ。はあ、なんで？だって普通に自分で言えることだろ。いや、まあそうだけどさ。なんか騒がしいね。どうったの？こんな時に闇夜丸が来た。お前が出る幕じゃねえだろ。ガキは黙ってろ。はぁ、今なんて。リス、今すぐ闇夜丸に謝れ。あー、くそ、そうだった。めんどくせえな。ピンクいって悪かったよ。ごめんごめん。お兄ちゃんってさ、ことあるごとに僕のことディスるよね。なんとかならないの？癖で言っちゃうからそこはなんともならないよ。ったく、お兄ちゃんとのよしみで許してあげるよ。あ、ちなみに闇夜丸がリースのことをお兄ちゃんって呼んでるのはあだ名みたいなものだぜと言う必要あんの？それ言わないと誤解するだろ。闇夜丸は一応俺たちとは違う世界のキャラなんだから。んで、もう一回聞くけど、何で騒いでたのさ。なんか今後の YouTube で投稿する時のまとめみたいなメモをルミ子から渡されてさ、それをうまいこと伝えてほしいんだとさ。何それ、本人出てこいよ。俺もそう思う。とにかく何て書いてあるか見せてよ。これなんだけどさ。ふむふむ、なるほどね。で、これを読もうとした瞬間に、リースがなんか面倒になって読むのやめちゃったんだよ。やっぱり本人を引きずり出して言わせるしかない。そんなに言うのが面倒なわけ？っていうか、ルミ子が俺たちに託したっぽいし言わなきゃダメだろう。じゃあ分担するから一緒に行ってよ。いや、元からそうだったはずじゃ。数分後。それじゃあ今まで投稿してきた動画の説明やこのチャンネルの今後の活動内容のことを話していくよ。まずはなぜルミ子が YouTube にも動画を投稿してきたのかの説明もしなきゃダメだろう。ああ、はいはい、そうだったね。とにかくルミ子は最初ニコニコ動画で動画をアップロードしてたんだ。でも周りは YouTube のユーザーが多くて、当時のニコニコ動画はアカウントがないと見られない状態だったんだ。アカウントがない人の中でニコニコ動画を登録できないって人も複数にいたよね。いやいや、登録できないってなんだよ。制限でもかかってたの？よくは知らないけど、そうなんじゃないか。どうでもいいだろそんなの。話を続けるよ。はいはい。で、ニコニコ動画を見られない人のためにルミ子は YouTube にも動画を投稿してきたんだ。ただニコニコ動画の方針が変わり、登録なしでも閲覧が可能となった。つまり今となっては YouTube に上げる必要もなくなってきたわけだ。そして YouTube の方針も昔とは大幅に変わった。ざっくり説明すると、0から100までオリジナルじゃないとダメってやつだね。結構ざっくり説明したな。いいのかそれで。詳しく知りたかったら自分で調べてみたら。何でも知ってる闇夜丸だろ、詳しく説明しろよ。知ってはいるけど教えるとは言ってないからね。はい、アンテナ君、続き続き。はいはい。で、その YouTube の方針が変わったことによりルミ子が歌ってきたマット動画を消していこうって思い立ったんだ。ついでに非公開扱いにする動画もあるみたいだね。どの動画とは言わないけど。ん？だとすると消そうと思った動画も非公開にすればいいんじゃない？そっか、どこにも公開されないってことになるし、コメントも消えないから十分かもしれないな。ま、そういう理由があるからルミ子が歌ったマット動画や普通に歌ってみた動画はニコニコ動画にあるからそっちを見てねって話。リンク先は概要欄に貼ってあるよ。じゃあここまでのまとめ。これから投稿する動画についての項目はこれだ。あのさ、歌も込みの時まれにありって何？それって書いてみたと歌ってみたが合体する感じじゃない？普通に歌ってみたとは別枠かよ。そこはおいおい考えるってことにしとこうよ。
とはいえ、絵を描くのか歌うのかどっちかにしてほしいよな。それで、動画が非公開になるタイミングっていつだよ。古い方から順次非公開にしていくってメモに書いてあるだろ。なんでちゃんと読まないんだよ、リースは。お兄ちゃんってめんどくさがりだよね。悪かったな、めんどくさがりで。とにかく伝えることは伝えたし、あとは質問があったら動画のコメントやツイッター、質問箱などに伝えてくれたら答えてくれるかもしれないぜ。そういうわけだから、今後ともクラマルミコの活動の応援よろしくね。この動画がもしよかったらグッドボタンを、そしてチャンネル登録もよろしくね。それルミコが言うセリフだと思うぜ。マジでそう思う。とにかく方針としては彼ら3人が言ったことで間違いないです。マットを立ってみてお楽しみにしてくれた方は申し訳ありませんが、ニコニコでしか投稿しませんので、よろしければ概要欄にあるリンクから閲覧してくださいませ。ってことで、これからも応援よろしくお願いいたします。